ルースは、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域圏、ジュラ圏のコミューン。レ・ルース、ボワダモン、ラムーラ、プレマノンにまたがるルーススキー場がある。レ・ルース湖、標高1107メートル地点にあるレ・ルースの町は、ジュラ山脈のリズル山とノアールモン山の中間にある、校舎を占めており、スイスとの国境地帯に接している。コミューンは、 厳しい冬が特徴の大陸性気候である。レ・ルースはロール川とライン川の分水嶺に位置している。町の東側を流れる雨は、レ・ルース湖、オルブ川、スイス、そしてライン川へ向かう。西側に降った雨は、ロール川の支流ン川に合流する、ビエンヌ川に向かって流れる。デュフール地図に描かれた、レ・ルースで、ルースの村の名前はおそらく、 アルピタン語で岩を意味する方言形の言葉、レロッツから来ているという。しかしこの説は不確実であり、他に説明がある。ラウゼスという言葉は、一層された土地や、マルタで作った小屋を意味しており、この地方では一般的に見られるものである。地元の地名学では、レルーセスは必ずしも中世に起こった未開地一層の時代に言及したものではない。 ラムウラのように、後の時代になって定住が行われたコミューンもある。中世の後期まで、この地方は、被災や羊飼いたちしか通らない、原生林に覆われていた。家畜の飼料の土地、夏の牧草地であった村そのものは、16世紀初めになって歴史上に姿を現す。農業技術と大釜の使用が普及して、十分に草が刈り取れるようになり、 長い冬の間家畜を養えるようになった。礼拝堂が出現するのは16世紀終わりであり、教区が置かれるのは1612年である。一方、新たなコミューンとしてボアダモンが18世紀半ばにレ・ルースから分離している。最古のレ・ルース住民は通信上の自然の軸に定住した。砂上のジュラの峰々を横切るジブリーヌ峠である。ジブリーヌ峠は、 レマンコ地方とスイス東部の地方に比較的容易に行き来できたのである。レ・ルースはスードの国際条約の交渉の場となった。二カ所の砦で、レ・ルース砦でとリズー砦が他人の防衛のために19世紀に建設された。スイスを横断して敵対勢力が進行してくるのに対抗するためである。これらの二カ所の砦は急速な大砲の開発で、 たちまち時代遅れになり、その後は単なる弊社やトレーニングセンターとなり、実際に軍事的役割を果たしたことはなかった。町のマスコットは、この地方に多く生息している赤狐である。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をするものの重複分を除いたものそれ以降は、 当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降は NSEE。E、1921年、ニヨンサンセルグモレ鉄道のメートル法路線完成により、レルースはスイスのニヨンやモレとの往来の恩恵を受けた。この路線のフランス側は1958年に廃止された。 スイス側の対フランス国境最後の駅があるラキュールが終点となっている。で、ルースで開催されたクロスカントリースキー競技会1900年代初頭まで、で、ルース住民の職業は農業が占めていた。で、ルースには4カ所のチーズ製造業共同組合、チーズ製造所兼販売店、共同組合があり、そこでは地元酪農家が持ち込んだ牛乳で、 コンテチーズやモルビエチーズが作られていた。村の中心には今はチーズ工房が一箇所しかない。農業活動と並行してレルースや周辺のコミューンではかなり古い頃から工芸が存在した。こうした活動は農民たちが冬の間に行っていた。初期の頃、コントワーズの時計製造、後にガラス製造は19世紀から20世紀初頭まで、 重要なブームを経験した。21世紀初頭、レルース住民は2つの分野で彼らは才能を引き出している。観光業と国境をまたいでスイスで働くことである。コミューン住民の多くが毎日国境を越えてスイスへ通い、重慶国の時計産業で有名なジュネーブ州や某州で働いている。観光地としてのレルースは1970年代半ばからブームとなった。 レジャーとしてのスキーの発展、多くの場合冬に取得する4週間の有給休,休暇制度導入による。当初はアルペンスキー発展に焦点を当てたが、デルースは地形に適したクロスカントリースキーに焦点を再び当てている。ありがとうございます。